はいえー、それでは今日も読書レビューをしていいいきたいと思います。このチャンネルでは私が一日一冊本を読んでその内容を動画形式でレビューをしていくという内容になっています。で、普段ご紹介することが多いのは、まあ、一般教養、ビジネス書についいての本が多いですで。その他には継続習慣化についてであったりまた心理学やメンタルについての本もご紹介することが多いです。 最近ではお金とか投資、また資産形成についての本もご紹介してますので、もし興味がある方がいらっしゃれば、チャンネルページに再生リストが作ってありますので、そちらからご覧いただければと思います。でまた、こういった本を読んでほしいなというリクエストがありましたら、ぜひコメント欄にご紹介いただけるとありがたいです。もしよろしければ、チャンネル登録およびグッドボタンをぜひよろしくお願いします。 はいえー、それでは今日はこちらの本をご紹介していきたいと思います。えー、サバイバイル決断力という本です。でこの本は、えーとまあ、あの表紙にも書いてありますけれども、まあ、優柔不断を乗り切る、えー、最強レッスンということで、まあ、意思決定とか、まあ、決断とか、まあ、そういったものについての本になります。で今日は、えーと3点 えー、ポイントに沿ってご紹介をしていきたいと思います。で、まず1点目はこの本の概要を説明させていただきます。で、2点目3点目で、えー、この本のポイントをご紹介しようと思っています。で、えっ、ー、とポイントの1はえっ、ー、とその決断というものはどういうものなのかということについてで、2点目はえっ、ー、とまあ、ちょっとトピック的なんですけれども、まあ、意思決定の中でも、えー、大きい小さいっていうのがあるんだよと。とまあ、そういったお話をしていきたいと思います。 でまず最初のこの本の概要についてなんですけれども、えっと、前半でですねその決断っていうのは何なのかとでなぜその決断が必要なのかということが書いてありますでその何かを決断する時の流れとしてはまず情報収集っていうのがありますでその情報収集の後に、えー、その内容を判断するというステップがありますでこれはデメリットとかメリットとか、まあ、そういったものを精査するステップになりますとで、えー、最終的に これをまあ普通は決断というふうに言っているんですけれども、まあ、この一つ一つっていうのをまあ非常に丁寧に説明をしていっていますこれがまあこの本の全体の概要かと思いますで、えっと、2点目はですね、えっと、先ほどなぜ意思決定が必要か決断が必要かということを言いましたけれども、まあ、それについてですで決断とはどういうものなのかなぜ必要なのかということをまあシンプルに表すと、えー、自分でリスクを取って行動を起こすことと。 まこれが、えー、決断意思決定だというふうに書かれています。でえっ、ー、とまあ、ある意味当たり前なんですけれども特にここで強調しておきたいのはまあ、行動を起こすとまあ、そこにフォーカスをすることが大事ですということです。でえっ、ー、とまあ、先ほども言いましたけれども意思決定をする前決断をする前にはえっ、ー、と事前に情報収集があるんですけれどもまあそれを集めて、えー、内容の精査を行っています。 でえーまあ、それをすることによって、まあ、今の現時点の環境の中では、まあ、一番最もらしい答えというのが、まあ、A というふうに出て2番目の答えというのが B って出て3番目の答えというのが C というふうに決まってきますと。で、えー、とその中で、まあ、A が一番いいというふうに判断をして決めてしまった後にはですねもうそれを後悔せずにリスクを取る意識を持って決定していくと。 であの実際に行動を起こしていくことが重要なんですということです。でそこで A と B と C が並んだからといってあやっぱり B が良かったかなとか C が良かったかなと、まあ、そういうふうに考えるのではなくてまずはもう A をやるというふうに決めて行動を起こしていくということが重要なのであって、えー、そこまでセットで決断だということですね。で えとまあ、例えば B とか C っていうのは、えー、と全く意味がないわけではなくて、えー、と多くの場合は、えー、環境が多少変わっても A に次ぐバックアップとして、えーまあ、次の意思決定に確実につながるということが、まあ、書かれていますので、えーまあ、そういった意味でも、まあ、現時点で最善を尽くして、えー、と B と C の中から A を選んだということに、まあ、自信責任を持って、えー、後悔せずに意思決定をしていくと、まあ、この意識が重要だということを、えー、学ばせていただきました。 はい、で最後3点目、あのーまあ、ポイントの2つ目なんですけれども、えー、とこれはその意思決定に代償があるよとというこの本の中で書かれていたのは重要な意思決定以外の意思決定は、まあ、省エネで決定をしていった方がいいですよということが書かれています。 でこれはどういうことかっていうとあの、まあ、意思決定に、まあ、決断にはですね大小があると、えー、例えば今日何を食べたいかっていう,のはいうものは、まあ、小さな意思決定として挙げられると思うんですけれども例えば自分がどういった相手と結婚するかとかどんな会社に入るとか、まあ、そういった決断っていうのは、えーとまあ、非常に大きい決断になります。 なのでそのでそ大きな決断に、まあ、自分の意識を集中させるために、まあ、小さい決断については、えー、なるべく省エネで、えー、決めていくと大きな決断に備えて、えー、まあ省エネを心がけるっていううのが重要だそうですでこの本の中では書かれていなかったんですけれども、まあ、一般に言われている、えー、まあ研究結果として、えー、と意思決定の 数まあ、決断の数っていうのはあのもちろん人によって差はあるもののどういうことかっていうと一日の中に、まあ、決断できる回数とか、まあ、重みっていうのが決まっていて、えー、例えば服を決めるのにすごく悩んでしまうとか食べ物を食べるのにすごく悩んでしまうという人は、えー、とその悩んだことによってあの決断意思決定の力パワーっていうのが削、まあ、がれてしまってえー、と ほ他の意思決定に使えるエネルギーが減るということが、まあ、実際に研究で示されていますですのでこの本の中でも言われているようにやはり自分がまあまり価値を置いていない決定決断については、えー、なるべく省エネで決められるようなまあ仕組みを作ってしまうとそれも一つ大事なことかなというふうに思います。 で例えばまあ有名人でいうとまあ、スティーブ・ジョブズとかですね、えー、とずっと同じ、えー、服装をして、えー、いたとまあ少なくともメディアに出てくる時は、まあ、ずっと同じ格好をしていたと思うんですけれども、まあ、あれももしかするとまあ、そういった自分の服装といった、まあ、小さな決断に関しては省エネして、えー、他の重要な意思決定にリソース、まあ、自分のエネルギーを割いていたのかなというふうにま感じます。はい えっとまあ以上三点がこの本の中でまあポイントかなというふうに思ったところになります。はい今日は以上になります。もしよろしければ、えー、チャンネル登録およびグッドボタンをぜひよろしくお願いします。